私の名はモブコ、見ての通りの超絶美少女だ。だけどその正体は師匠の力を借りて変身したモブオ様である。調理実習なんてだるいだけだと思ってたけど、モブコちゃんの手料理が食べられるなんて夢みたいペン。でも私料理とか全然苦手で最近金欠だからね、女の子になって貢いでもらおうっと。モブオさんまた女の子になってるし、ろくでもないこと考えてるんだろうな。今日作るのはオムライスだよね。私作り方わかんない、誰か教えて。俺が教えるペン。それじゃあおたくさんは私とやりましょう。こっちか。露骨に残念そう。まずは卵を混ぜて、ここで軽くだしを入れると美味しくなるペン。お兄ちゃん物知り、もっとよく見せてほしいな。調理が近すぎるペン、もうすぐ当たっちまうペン。どうしたの、動き止まってるけど。いや、これはだペン、当たってるペン。ん、何のこと。完全に決まった、次の貢ぎ物はでっかくなるぞ。君何やってるの。なんかあっちが騒しいな。何って、野菜を切ろうとしたんですけど。なんで鎌使ったの。包丁より扱い慣れてるので早く済むはずだったんです。適材適所って言葉知ってる。切れ味だってすごくいいし。だからまな板まで切れてるんだよね。しょうがないね、包丁を使うことは僕がするよ。うん、ありがとうございます。それなら私は今のうちにお肉を焼いちゃいます。待って、フライパン使ったことないの。そんなことありませんよ、バカにしないでください。じゃあなんで直火焼き。香ばしく焼き上げたら美味しくなると思って。料理できない人あるある、いらないアレンジだ。でもダメダメフラグちゃんのおかげで俺の可愛さが際立っちゃうね困ってるなら俺が手伝ってあげるペン。そんなら私も手伝うか。よかったら自分も力になるよ。あれ、なんでフラグちゃんの周りに。お兄ちゃん、私とのお料理は。モブコちゃんは器用だから一人でも大丈夫ペン。なんで急にそんなに冷たいの。そうじゃないんだペン、ただああいう天然な家庭ほっとけないんだペン。あれ天然ってレベルかな。フラグちゃんめ、俺の貢ぎ物を奪うつもりか。こうなったらとことんやってやる。やあ、卵こぼしちゃった、ベタベタになっちゃったじゃん。誰か助けてほしいんだけど。大丈夫かい。あなたは。ほら、僕の手を取って。誰。あれはゆりめさん、女子なのにかっこよすぎて学内最モテの称号を持つイケメン女子。新キャラじゃん。学内の女子の半分はゆりめさんに食べられたらしいペン。こいつはやばい。それより見てたよ子猫ちゃん、ずっと男を誘惑して悪い子だね。くそ、男の俺よりイケメンじゃん。そんなに物足りないなら僕が満たしてあげるよ子猫ちゃん。やればできんじゃん。上手だよ。ありがとうございます。料理をして褒められたの初めてです。ちくしょう、気づいてね。さあおいで、天国に連れてってあげる。やだ全力回避フラグちゃん3周年おめでとう。11月2日で全力回避フラグちゃんは3周年を迎えました。3周年を記念して限定グッズが販売開始じゃ。今回のイラストはなんと3周年を記念した特別衣装になってるよ。パーティーのためにおしゃれしてみたの。いつもと雰囲気変えてみたんだ。こういうのも似合うでしょ。詳しくは概要欄をチェック。さあみんな早速申し込みに行こう。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグ。